テーブルプレゼンツ第73回全日本フェンシング選手権大会、解説の村上です。中村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう準決勝ですね。早いですね。セガサミーホールディングスの菊池選手対日清製粉狩野南選手の社会人対決ということで、準決勝ですね。これ勝った方が、決勝に進出します。反対側の山は日本体育大学の東選手と朝日大学の辻選手と大学生対決、はい、こちらは社会人対決ですね。そうですね。暑いですね。そうですね。そうですね。菊池選手のコンディションが早かったですね。そう思いますね。で、加納選手が今ビデオを要求したんですね。なるほど。自分の剣が当たったんじゃないかと。そうですかね。自分が権利を持ってたんだと。そうですね、菊池選手が選ぶですね。花選手、ここまで多分右利きの選手としか当たってないので。ああ、今日初めて左ですね。セッションにして初めての左の選手ということですね。まだカウンターですね。はい、これも菊池選手の一つの持ち味なんじゃないでしょうかね。なるほど。うまいですね。菊池選手は熊本の出身で、はい、加納選手は宮城の出身ということで。そうですね。九州対東北ということですね。そうですね。私も九州出身なので。私は宮城出身なので。うわー、あのラインのアタックはですね、うまい人はうまいんですよ。当たり前みたいなこと言われるんですね。加納選手そのラインちょっと行きたがってますね。わあ、いい。ここも思いっきりのいいカウンターですね。加納選手先ほどから思いっきりのいいカウンターが決まっててとてもいいですね。これ思い切りの差大事ですね。はい、ああ、このラインですね。そうですね。左に対しては加納選手しっかりとあの肩っていう上の高いところ高い位置をついたり、はい、低い位置に落としたりと、はい、相手の注意をこう錯乱というか。そうですね。コース使い分けてます ね。ばらけさせることによって相手がいろんなところを気にしないといけなくなるというふうにして、はいはい、かなりいい展開で試合を運べているんじゃないでしょうか。対する菊池選手もあの剣を抑えながら前に出るというスタイルなので、はい、あの非常に加納選手下がりにくいので。そうですね。カウンターしにくいですか ね。ここを粘るか。おお、このついていきますね。粘り強い下がりもその剣を抑えることによって菊池選手にちょっと有利な。そうですね。働くような攻撃の仕方ですね。ここは同時攻撃だったのですが、加納選手のポイントがつかず菊池選手の。加納選手が有効、加納選手が権利を持ってたんじゃないですかね今。おお、いいアタックですね。ラインのアタックいいですね。ぜひ真似したいです。そうですね。今のはあの体の接触があったためやめです。プレーをやめですね。菊池選手はかなりあのなんていうんですかね、攻めがスムーズですね。そうですね。早いですね。はい、かなりスピードのある攻め方。うわー、うまいな。ここはいいところついてきますね。ポイント精度は高い。そうですね。今のはこの選手攻めながら剣を避けるという。ここもカウンターですね。そうですね。お互いにやっぱカウンターが決まるか決まらないか、はい、このカウンターをつくことができるかできないかがこの勝負を大きく分けるんじゃないかなって思いますね。菊池選手がコースをカバーしてきましたね。そうですね。加納選手が前半アタックを思い切ったアタックを打ったことによって菊池選手の、加納選手のアタックに対する注意が高まってきたんじゃないかなと思います。そうですね。まあ、いい音がしましたね。
うわー、上手ですね。しっかりとあの距離が縮まった中でも最後まで気を抜くことなく自分の権利を取ってポイント取りに行くというところが2人ともとても上手ですね。加納選手思い切ったアタックが持ち味なのでその持ち味を存分に出していきたいところでありますが、ここもカウンターうまいですね。菊池選手はここからカウンターをもらっているのでどうカウンターを攻略していくかが見どころですね。お互いにいいアタックですね。いい持ち味をお互い出し切れ出して試合が進んでるという感じですね。加納選手のこういった思い切りのいいカウンターは非常に相手からしたら嫌ですね。審判が先にやめと言ったので今のポイントは無効ですね、はい、いいやめだったと思います。やっぱりお互いにアタックは警戒してますね。もうそうですね、それに対してのお互いなんかもやることが決まって明確な感じがしますね。菊池選手はこの加納選手の思い切ったカウンターをどうにかしたいですね。そうですね、残り時間5秒ですね。はい、なんか1セット終わるの早いですね。早い、体感1分半ぐらいなんですけどね。そうですね。さあ加納選手は妹の有沙選手のところへ戻っていきます。何を話しているんでしょうか。第1ラウンド振り返ってどうですか。そうですね、あの序盤は加納選手が持ち味である思い切った攻撃を、はい、で点を取ることができたので、はい、まあ、このまま行くのかなと思いきや、はい、菊池選手もそれに対応 してきて、対応してから菊池選手は権利を取って菊池選手も前に行く、はい、でそれに対して加納選手もカウンターで応戦する、はい、非常にそういう乱打戦というか、はい、いい戦いに見えてるんじゃないかなと思います ね。あとは、まあ、今8対6で加納選手が2点リードしてるんですけども、はい、まあ、菊池選手は加納選手を思い切ったカウンターをうまく攻略すればこの点差はあっという間に埋まるんじゃないか。そうですね、とてもいいゲームだと思いますね。質が高いですね、ものすごく、はい。2セット目ですね。2セット目の先制点っていうのも選手からしたらかなり、ね、そうですね、結構大事でかもしれないですね。9対7になるの、9対6になるのか8対7になるのか、はい、3本差になるか1本差になるかですからね。かなり大きな差になってくると思いますね。気持ち的にもだいぶ1点目取った方が、ね、菊池選手はカウンターを警戒したいところ、加納選手は思い切ってアタックを打ち込みたいところでありますが、うわ、ありますね。そうですね、お互いにやっぱりこのカウンターがキレがいいですね。思い切りの良さがありますね。そうですね、やっぱりカウンターを迷って出すと相手にも、はい、相手からしたら突きやすいカウンターになってしまうので、まあ、今も加納選手はカウンターなんですけれども、ああいったように相手の隙をついて思い切ったカウンターができるというのはお互いにとてもいいポイントなんじゃないかなと思いますね。うわ、伸びのある大きな打球ですね。カウンターですね。高校カウンター菊池選手ちょっと同じポイントで同じ技でポイント取られたためにちょっと精神的に参ってる分が、そうかもしれないですね。めげずに次のポイントに生かしてほしいですね。まあ、このカウンターに対して効果的な技が、まあ、主に2つあってですね、はい、まあ、1つはもう単純にポイントをつけて、はい、アタック攻撃に行きながらうまくポイントを持っていてポイントをつくというのと、はい、もう一つはそのカウンターに対してカウンターを払って突きに行くという、はい、まあ、コントルターンという技なんですけども、まあ、大きく分けてその2つがあって、そうですね、まあ、どちらも非常に難しい技となっているので、はい、なかなかそれを成功させるということは簡単なことじゃないんですけれども、はい、
まあ、ぜひチャレンジしていただきたいです ね、このクラスの選手になると。そうですね、まあ、今も中中選手はしっかり狩野選手のカウンターを読んで先に攻撃に入っているので、はい、 そうですね、そういう対策も非常に有効的かなと思いますね。2セットの1分が経過したところで、ポイント差は変わらず2本差ということで、うわー、思い切ったアタック、いいアタックですね。いや惜しいね、この選手の今のラインのアタックはとてもいいですね。対左に対してあのラインはとても得意なラインなんでしょうね。菊池選手はそのラインをどうにか封じたいところですね。この選手の粘りも良かったんですけど、良かったんですけどね。菊池選手も同じく粘って、ね、粘って粘って選手はポイントを持っていくのが上手ですね。そうですね、剣が折れてしまいましたね。菊池選手はカウンター、相手のカウンターを警戒して、アタック攻撃に入る直前に相手の剣を叩くようにしてますね。あ、出させないようにしてます ね、 そうですね、カウンターを。相手の剣を叩くことによって相手はなかなかカウンターのポイントを定めるという、はい、ことが難しくなってくるので、はい、菊池選手にはそういう意図があるんじゃないでしょうかね。なるほど、選手うまく狩野選手のカウンターを攻略できるのか。うわ、そうですね、狩野選手は少しアタック攻撃に入る前に今の場合はちょっと躊躇した間があったので、はいはい、選手思い切ってそこで前に入るという技ですね。あれをカウンターというかアタックというかはまあ審判次第なんですけれども、はい、まあ、非常にいいプレーだと思いますね。そうですね、剣を払って狩野選手の攻撃でしたね。今のは逆にその躊躇してた場面で狩野選手は思い切って入れたので、はい、狩野選手の攻撃権でした。ここです、ここですね、ここで少し狩野選手は躊躇しちゃう、そこを見逃さず菊池選手が思い切り前に出る。そうですね、菊池選手はしっかりとこうつけていますね。やっぱりお互いにこの距離が接近した時の技は粘り強くてとてもいいですね。そうですね、うわー、あの選手のあのラインのアタックを防げたの大きいですね、菊池選手。うわー、一度払われてもうわーとしか言えないぐらいですね。本当そうです、お互いにやっぱりきつい時間帯になるんですけれども、ここで踏ん張れた方に点数が傾くんじゃないでしょうか。そうですね、おっと、ここでちょっと気を抜いてしまったか、カウンターを食らってしまった菊池選手。おお、しっかりこういったポイントを拾っていくのも可能性、大事ですね、強みですね。おお、菊池選手ちょっと試合が早くなってきましたね。ここの着きたいところですね。練習はちょっと痛いですね。そうですね、逆に狩野選手はしっかりとそこの隙をついて、はい、必ず有効面をついているというので非常にポイントですね。今のは菊池選手の攻撃権があったので、はい、菊池選手のポイントです。狩野選手しっかりとここでもう15本決め切りたいので時間を取ったって感じですかね。そうですね、一旦落ち着いてと。これまた11対13ですね。そうですね、おー、
カウンターが決まりました。選手は自分の強みである思い切ったアタックを出したかったんですけれども、出す前に菊池選手がうまくカウンターで、そうですね、点を取るという感じ、ね、狙っていった感じがありますね。菊池選手はカウンターに気をつけたいところ。佐野選手はここで思い切ったアタックを打ちたい。そうですね、お互いに自分の強いところで勝負したいですね。第2ラウンド終了ですね。そうですね、1分間の休憩ですね。第2ラウンドどうでしたか。そうですね、やはり疲労もあるのか、はい、李選手は残り40秒ら辺で、はい、パンパンパンと連射されてしまったので、はい、3本取られましたね。そうですね、そこが少し痛かったのですが、まあ、そこからまた1本ずつ丁寧に巻き返せているので、はい、3セット目に期待ですね。そうですね、お互いに強い自分の強いところで勝負しようっていうのが見てて感じられるので、分かりますね、はい、あとはうまくそこに持っていけた方に点が入るんじゃないかなって思いますね。だいぶ体力的にも厳しい。そうですね、ですよね、やっぱり体力的にもきつくなってくるとポイントの精度をしっかりと有効面がつけなくなってきてしまうので、いかにそこを耐えて最後まで、はい、ポイントを持っていけるか、集中して頑張れるかですかね、うん、お互いにやっぱりカウンターでやられてることが多いので、はいはい、しっかりここからついた方が強いと思いますね。佐野選手はカウンターを狙ってるんですかね。下がりますね。そうですね、あー、そうかもしれないですね。菊池選手はそのカウンターを嫌がってアタックで突きに行こうとしてますね。でもアタック終わります。菊池選手もカウンターを浴びついていく。ここで13対13、試合が振り出しに戻ります。白熱した勝負ですね。もう思い切りの良さが勝負を分けそうな、13対13とかシーソーゲームになるとどうしても思い切りの良さというのがなくなってきてしまうので、そうですね、ちょっと躊躇しちゃうところが、はい、思い切れるかが勝負を左右するんじゃないかなと思いますね。今のはどっちでしょうか。審判が自らビデオ確認しに行きました。そうですね、どっちだと思いますか。これあんまり言って外したくないんですけど ね、ま、ね、いやもうここ思い切り戦っていきますか、ね、そうですね、まあ佐野選手が一瞬止まったようにも取れなくはないですけどね。これは浜野審判員も結構難しい、同時攻撃でお互いにポイントはなしということになりました。そうですね、13対13であんなことをされると審判も嫌ですね。嫌ですね、嬉しいですね、泣きたいですよね、もうあんなことされたらね。はい、とても難しい攻撃権の、やっぱりフェンシングの醍醐味の一つでもあるんですけどね、全日本選手権の準決勝の13対13ではやらないでほしいです ね、審判からするとですね。そうですね、冗談ですよ、やらないでほしいとかじゃないですよ、ね、審判の気持ちにもなってね、考えてみた感じですね。そうですね、審判もプレッシャーがありますからね。うわ、ここで思い切った菊池選手、攻撃権的には菊池選手ですかね。今のいや、攻撃権的には狩野選手じゃないですかね。菊池選手は思い切ってもう多分カウンターに入る準備をしてたんじゃないですかね、最初から。狩野選手が権利を取った瞬間に入ってきましたね。そこの準備と思い切りの良さが、そうですね、14点目ですね。13対13でできることではないそうです、ね、と思いますけどね。メンタルが強い、自信を持って入ってきましたね。そうですね、ああやって決めて入ってこられるとやっぱりなかなかポイントを持っていくっていうのは難しいことですからね。佐野選手なんとか追いつきたいところである。そして菊池選手はもう1点取りたい。おっと、佐野選手も思い切った、思い切りましたね。しかしランプはつかず、この選手は何を狙ってるんでしょうかね。うわ、マジか、
背中に行きました、ね、突き刺しに行きましたね最後。今のは予想外の技でしたね。すごい素晴らしいの一言です。